どうもまいまいです。今日は先日鬼滅の刃原画展に行ってきたので、その購入品を紹介していきたいと思います。こちらは文具ではないので、もし鬼滅の刃に興味がある方はぜひ最後まで見ていってくださると嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。それではまず来場者特典の色紙から見ますか。炭治郎と禰豆子が可愛いタッチで描かれてます。こんな感じで、私は鬼滅は漫画は全巻読んだんですけど、借りて読んだだけなのでそこまで読み込んではないです。あとアニメは無限列車は DVD で見たんですけど、アニメは見てないです。なので多分いつも通り感想がすごく浅くなってしまうので、淡々とグッズを見ていこうと思います。で、これはグッズ付きチケットっていうのがあって、それを買うともらえるグッズですね。オリジナルグッズ、カードスタンド、化粧箱、カード付きとなってます。これを開けていきましょう。
この箱の表紙の人選は何なんでしょうね。いない人たちが結構いますけど、どういう人選なんだろう。こういう開け方。よし。カードが2枚ついてます。箔がキラキラ。よりいちさんと炭治郎、良いですね、かっこいい。とあと玄也と炭治郎と時藤くん。なんでこの3人なんだろう。これはあれなのかな、刀の里のシーンなのかな。ね、でかなおちゃんと善逸と伊之助が写ってるやつ。裏は炭治郎と禰豆子ですね。柱の人たちが写ってる、かっこいい。なんかちょっと、あ、ここにカードを飾れるように切り込みがついてますね。このカードを飾れる差し込み口がついてるのかな。宇髄さんと姫島さんと煉獄さん、このポーズかっこいいですよね。で、品津川さんと無一郎くんと親方様。奥さんめちゃめちゃ美人ですよね。で、反対側は義勇さんと忍さん。こっちはカードの差し込みがついてないですね。で、みつりちゃんとおばないさんって感じです。これは蛇腹になってるので立てて飾ることができるそうです。お部屋を片付けたら私も飾りたいなと思います。では原画展で買ったものを開けていきたいと思います。まあ開けたんですけど、開けたものを紹介します。原画展のグッズショップで買ったのはこんな感じです。ではフレックシールから見ましょうか。このフレックシールはサイトで見ると入荷待ちだったんですけど、私が行った時は入荷しててありました。ラッキー。でバリエーションはこんな感じ。これね、20種も入ってて1つ2枚しか入ってないんですよね。なのでちょっと使うのをためらいそうな感じですよね。では開けていきましょう。出してみるとこんな感じです。なんで善逸は鼻水出てるんだろう。なんか品津川さんとか赤座とか国志望さんとか絶対こんな顔して笑わないよねみたいな感じですね。ちなみに私の推しは女の子、戦う女の子が好きなので女の子シールは嬉しいです。でももったいなくて使えないですね。どうしよう、男の子シールから使おうかな。では次ランダム系ですね。ランダム系を紹介していきたいと思います。まずバスソルト。バスソルトね、770円もしてちょっとお高いかなって思うんですけど、でもねシールがめちゃくちゃかっこいいんですよね。こんな感じでシールのラインナップで言うとすごい一番かっこいいかなと私は思いました。で煉獄さんが出ました。この煉獄さんめちゃくちゃかっこいいですよね。こんな感じになってます。でバスソルトはこんな感じ。煉獄さんは、煉獄さんはイチゴの香りみたいです。で次は色紙、ミニ色紙、色紙コレクション。これはね、私はかなおちゃん狙いだったんですけど、出てくれたのはゆしろうとたまよさんでした。これはコミックスのカバーの裏表紙がデザインされてるみたいです。綺麗ですよね。こんな感じになってます。
て、で名場面ジョーラマコレクション、ラインナップはこんな感じ。これも柱の人たちがメインなので、柱好きの人には良いですよね。で今回はしのぶさんが出ました。しのぶさん当たると思ってなかったので嬉しいです。女の子だしね。でもこれは夫が買ったので、多分夫のデスクに飾ることになるかな。でこんな感じのカードがついてるのでセットして飾れるみたいです。こんな感じ。ちなみにボールチェーンもついてるので、こっちのアクリルキーホルダーだけで飾ることも、飾るというかどこかにつけることもできるみたいです。次はクリアベースキーホルダーですね。袋がキラキラで可愛い。でラインナップとしてはこんな感じ。全部いい感じの絵ですよね。私の欲しかったのはねずことかなおちゃんとおばないさんとみつりちゃんと、あとしのぶさんとかなえさんらへんが女の子キャラが好きなのでいいかなと思ってました。で実際に出たのが炭治郎と炭十郎お父さん、2つ目が善逸と禰豆子の無限列車の妄想シーンですかねが出ました。私はこっちがお気に入りかな。かわいい。なのでこっちの炭治郎とパパのは夫にあげようと思います。こっちのねプレートもラメでキラキラでかわいいんですよね。で鬼滅の刃のグッズはこんな感じかな。今日の動画は以上になります。見ていただきありがとうございました。原画展なんですけど、なんかね原画手書きで書いてるんですね。漫画は最近はデジタルで書いてるのが主流かなと思ってたので、なんかびっくりしました。修正がねホワイトとか入ってて生の原画って感じで良かったです。でもうね見てるうちに読んでた、漫画読んでたって感じになりました。原画展とかに行くのが初めてだったんですけど、すごく楽しめました。ではまた次からは文具紹介に戻りたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。